沼エビ科は、エビの分類群の一つ。沼エビ、ヤマトヌマエビ、南ヌマエビなど、熱帯から温帯の淡水域に生息するエビを含む分類群である。一科のみで、沼エビジョーカーチョイデアを構成する。エビとしては、南方系で、熱帯から亜熱帯にかけて多く分布する。日本でも日本海側や東日本では少ないが、 南西諸島や暖流に面した西日本の太平洋側で種類数が多い。なお、奄美群島以南の琉球語では、沼エビ類を総称し、サイ、または、セイと呼ぶ。体の大きさは、多くが1センチメートル数センチメートルほどで、エビ類としては、比較的小型である。5体のふわしの前の2体がハサミ足に変化しており、その先には、 剛毛が密生する。このハサミは餌をつまむのに用いられるが、剛毛が発達した種類の中には流化する餌を収集するためにハサミを利用するものもいる。歩くときは、後ろの三体を使う。沼エビの名の通り、川、湖、池などの淡水域で見られるが、洞窟等の地下水中に特異的に生息する種類も多い。種類ごとに、好みの水温。 水流、香料等の差異があり、それぞれ好みの環境に住み分ける。また汚染に弱く、生息地に農薬などが流入するとメダカなどよりも先に死滅してしまう。逆に沼エビ類がいる環境は豊かな自然が残っているという証明にもなる。名の通り一生を淡水で過ごす陸風型の種類が多いが、養成時に海で成長する、両側海遊型の種類もいる。 これらは、妖精が、海流に乗って運ばれるため分布域が非常に広く、例えば、日本と共通した種類は、マダガスカルやフィジー諸島でも見られる。また、目立った河川がない当初でも、海岸のわずかな湧水や地下水中に生息している。植生は雑食性で、生物の死骸や藻類、デトリタスなどを食べる。生きた動物を捕食することは、ほとんどないが、 ヤマトヌマエビなどは自分より小さい小魚やエビを捕食することがある。ヤマトヌマエビとレッドチェリーシュリンプヌマエビ類はほとんどの種類が食用には適さず釣り絵に利用される程度だったが現在は観賞用やタンクメイトとして熱帯魚飼育者の間で脚光を浴びるようになった。特にヤマトヌマエビは丈夫で飼育しやすいこと水槽内の藻類を食べて回ること 大型で見栄えがすることなどから、現在は、海外の熱帯魚愛好家にもその名が知られている。トゲナシヌマエビと、南ヌマエビも、割と丈夫だが、ミゾレヌマエビやヒメヌマエビはやや長期飼育が難しい。しかしそれに伴った、野生個体の乱獲と、両側海有種の繁殖が困難なことは、ヌマエビ類飼育の問題点である。南ヌマエビは陸風型で繁殖は、 割と簡単だが、ヤマトヌマエビなど、両側海遊型のエビは、成長に海水が必要で、産卵してもなかなか成長させることができないのが、多くの飼育者の現状である。他には、ヌカエビが毒性学における、毒性試験に用いられる。農薬等への耐性が低く、飼育や繁殖が容易であることを利用したものである。4赤42属452種があり、 このうち日本には7族、約20種が分布する。また化石種は2族3種のみ知られる。内田徹監修、学生版日本動物図鑑1948年、初版、1999年十版北流館。 ISBN 48億3260万427ハット AB 三宅貞吉、原職日本大型甲角類図鑑 IISBN 45億8630万6201982年保育者、AB 鹿児島の自然を記録する、改変、川の生き物図鑑鹿児島の水辺から2002年。 南方新車 ISBA の4億9313万 7669X、なるせかん、戸田光彦、初北重道、八重山諸島鳩馬島から採集された地下沼エビの記録キャンサー。1から6、2003年5月1日、沖縄県文化環境部自然保護課、海底版レッドデータ沖縄、動物編。 甲殻類2005年 AB 林健一、日本産エビ類の分類と、生態2、小エビ、下目 ISBN9 兆7849億1534万25092007年生物、研究者、トネエ、松本健、佐藤康夫、斉藤実のるだか、B104 ヌカエビ急性毒性試験、クロロフェノール類の急性毒性日本、 農薬学会講演用詩集31482006年3月10日エティでイ、ウィッカスペシース、ハットサミー・デ・グレーブ、エヌディインペント・チェフ、シェーン、T ・ティアホ・チョング・エ・トール、A、クラシフィケーション・オブ・リビング・アンド、フォッシル・ゲネラ・オブ・デカ・ポッド・クロステーションズ、ラッフルズ・ブレティン・オブ・ズーロジー、2009サプリメントナンバー21109 ナショナルユニバーシティオブシンガポール。ありがとうございます。